危機万葉に関わる共同研究の成果を発表するシンポジウムが飛鳥村の県立万葉文化館で開かれましたこのシンポジウムは「万葉集や「古事記」「日本書紀」などから一つのテーマを選び日本文学や美術史学の専門家が研究発表を行うものです今回のテーマは「神話や宗教における神々が」 絵画や像などとしてどのように視覚化されてきたかを日本と海外との比較から考えるものですこのうち和光大学教授で神話学を専門とする松村和夫さんはエジプトやギリシャなどにおける神の偶像化を解説しましたその上で日本の神々については巨大な岩や山など自然によって表現されたため 絵画や像にされることが少なかったのではないかと語りました専門家がそれぞれの切り口から研究した成果に参加者は熱心に聞き入っていました